どうもこんにちは。今回はですね、人見知りというキーワードでね、動画の方を見させてもらいました。即可塾の久保でございます、えー。今回の舞姫大学特別講義は、舞姫大学のね、奈美さんの方が、人見知りということをね、テーマに Q&A をしていただきました。 確かにね人見知り人見知りっていうふうに意識する人は自分がどう見られてるかなとか自分が嫌られてないかなとか自分がかっこよく見られてるかなっていうふうに意識が自分の方に向いてしまって結果あんまり人と会いたくないなっていうふうになっちゃうかもしれませんいや私もね人見知りではないんですけども10代の頃中学の頃顔にねニキビがすごくできて人に会うのが嫌だったんですよ特にクラスメートの女の子と喋るときにこんな顔 見られるの恥ずかしいなと思って目を合わせることができなくてこういうふうに喋ってたんですよね。それは今でも思い出します。ところがニキビもあんまりできなくなってきて高校を卒業して大学生になった頃っていうのは結構ね俺いけてんじゃねえかなみたいな妙な自信ができてきて、まあ、女の子にね本当にアプローチしまくり合コンしまくり口説きまくりだったわけですよ。でその時に私がなんで自分がモテるように思ったかっていうとね一つは当時ブームだった あの音楽をバンドブームだったんですけどバンドをやっていたんですよね。でいつもギターを担いでライブをいっぱいしてたんですよ。そしてライブをすると人が入ってくれたんですよね。たくさんの女の子が入ってきてくれて俺結構モテんじゃないかなと思ったところからライブの打ち上げに女の子を誘ってですね合コンをしてそして合コンした女の子の中であのお気に入りのこと付き合うみたいなことを繰り返していったんですよね。 まあそうすると人見知りどころか人に会ったらおおよく来てくれたねみたいな感じでこちらからねお迎えする立場になりましたそして多分この人は人見知りだろうなと思う人もやっぱりね多く出会ったんでこちらからいろんなエスコートをするようになったんですよそうすると例えばね合コンやった時でも2人でデートする時でも久保さんに任す時は大丈夫っていう風に思っていただけてるんではなかろうかと思うんですよねですんで合コンでもいつでも感じをしてましたそういう形でね こっちでどん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 こうリーダーシップを持っていっていただくようにすると人見知りの人もね多分打ち解けていくんじゃないかなと思ってこれ何が言いたいかっていうと目の前の人はもしかしたら人見知りだと思ってねちょっと物事じしてるんじゃないかなとかね不安を持ってるんじゃないかなっていうふうに こう考えたわけなんですよここはだからナミさんの動画と私一致するところで人見知りを意識する人って自分がどう見られてるかってことを気にするでも人見知りをクリアしようと思ったら相手に対して安心感を与えることサービスをすることもてなすことに努めるんですよそうすることね自分が維持してられないんで相手のために自分が堂々としてないとなって意識に少しずつ変わっていったってことですね今回お伝えしたいことはそのことです 意識を自分に向けると人見知りのままだけども、意識を相手に向けて、相手をエスコートしよう、エスコートしようと思うと、自分に向いてた意識がどんどん薄れていって、その分相手への配慮になっていくってことなのかなと思うんですよね。まあでもね、ここまで話してきてあれですけども、人見知りを意識する人に、 気にするなって言っても、それは変なアドバイスになっちゃうんですよね。やっぱり人見知りってところを、あの、持ち味として使っていけるようにね、していけばいいんじゃないかなと思います。今回の動画をまとめてとすると、やっぱりね、自分が人見知りだと意識する人は、人見知りの人がどんなに、 どんな対応をするかってどんな行動に出るかってことはよく分かってあげれると思うんでまさに自分が人見知りだからこそ人見知りの人の気持ちに寄り添っていけるんではなかろうかとそれが思いやりとなりあなた自身の喜びそして幸せにつながると思いますんであの人見知りであることね是非それは損だと思わずにあこれは人見知りの人に共感できる能力なんだと思っていただければいいんじゃないかなと思いますそのまま人見知りを使ったままビジネスを成功する方法まさにたくさんあると思います特に ネットビジネスって人見知りでもね大丈夫っていうか人見知りの人がうまくいくビジネスなんですよだって人に合わないですからねはいということで今回は以上でございますナミさんいつもありがとうございます